次にですね、9月18日、19日に行われた私立保育園での堆積物の清掃は、高濃度のセシウムとストロンチウムの存在を想定しての事故でしたが、職員の健康を守る職員健康課の業務として、作業前の対応について局長に伺います。鈴木総務局長。この度の震災に伴う放射線対策に関して横浜市としては全庁的な放射線対応を行う放射線対策部の方を設置しましたので、その体制でさまざまな情報を収集し、市内の安全性についての判断、必要な対応を行ってきております。この今先生おっしゃった緊急対応として行った公立保育園の清掃作業に関しましても、対策部の方で安全性を判断し、子ども青少年局が現場に必要な指示を行った上で実施したと理解しておりまして、職員健康課の方で直接関与はいたしておりません。可能委員。次にですね、先ほどの件もストロンチウムの件ですけどね、労働安全法にですね、産業医は産業方法または衛生状態に有害の恐れがあるときに直ちに労働者の健康障害の防止するための必要な措置を講じなければならないと書いてあります。今回の除去、いわゆる幼稚園保育園の除去の作業は条文に該当すると考えられますが、今後の現在の認識と今後の対応について伺います。鈴木総務局長。先ほど申しましたように、放射線対策部をあえて設置をして、さまざま情報を収集して、安全性についての判断や必要な対応を行っているという状況ですので、緊急的、一時的な対応として行った今回の清掃作業に関しても、放射線対策部の方で第一義的に安全性を判断をすると。いうことで必要な対応を行っているというふうに認識をしております。しかし今後ですね、仮に、高濃度放射線堆積物をもっぱら除去する業務というような業務が職員の業務として生じるような場合については、従事する職員の健康管理を放射線対策部と連携して、行ってまいりたいと考えております。なお、清掃作業時の参考とするため の先ほど副市長から申し上げました市町村による除染実施ガイドラインと、周辺より放射線量等が高い場合についてが参照できるようにワイキャンにそうしたものはですね、掲げてございまして、区局の衛生管理者に対して周知をしているところでございます。可能に先ほどもお話をしましたけれども、会見でも発表しているようにですね、4万ベクレル以上の高濃度を示した江北区のマイクロスポットの撤去に際し、電離則、いわゆるそしてまた放射線障害防止法を遵守したのか、職員の安全対策の観点からもう一度副市長に伺いします。この写真の件も認識していただきながらどうぞ。副市長。放射線の障害防止法については、管理区域の放射線業務従事者を対象として、おります。管理区域とされていない場所での作業は対象としてございません。またいわゆる電離則では医療機関や放射性物質取扱い事業者を対象としているものでございます。繰り返しになりますけれども、除去作業にあたっては国が示した市町村による除染実施ガイドラインに基づいてですね、マスク、手袋等の着用、あるいは作業後のうがい等、これを今後ともきちんと徹底をしていきたい。一部徹底できてなかった点については今後またその部分関係局を通じてですね、取り組みを強めていきたいと思います。可能委員。セシウム10万5600ベクレルキログラムは公表を実はしなかったんですね、先ほどのように。それからストロンチウム検出後の対応も実は遅かったですね。そして土壌検査も行わなかった。また本市職員の健康被害リスクの軽減も今おっしゃったように不十分と思えるようなことも状況ではなかった。こういったことから、本市の放射線対策部長および統括コンプライアンス責任者として市民から信頼を本当に今失っていると思いますよ。この放射線対策を踏まえ、ご自身のコンプライアンスに対する姿勢と今後の方針について副市長に改めてお伺いいたします。大場副市長。いろいろこの間も議会の皆さん、あるいは市民の皆さんからもいろんなご意見をいただいています。我々もできることを一歩一歩やっていかなければいけない。特に行動基準に沿ってですね、市民の皆さんの期待に応えていかなきゃいけない。ここは基本線だろうと思っています。ぜひ市民の皆さんからもいろいろなお声をいただきますから、この不安の声を少しでも解消できるように、また合わせて、職員の健康管理という部分も我々念頭に置きながらですね、取り組みをしていきたいと思います。
ぜひ市民の皆さん、あるいは社会の要請に応えるという、まあ、コンプライアンスの視点から、よりその取り組み、我々も取り組みを進めていきたいと思っております。コンプライアンスの徹底についてですね、23年9月15日に大場副市長からですね、いわゆる共感と信頼の姿勢運営、先ほどありました。そして、とりわけ管理監督立場にあるものはしっかりやれというのがありました。そして、そういったことが指摘しえない職場風土欄、風土を何とかしなきゃいけないということも実はここに書かれています。新聞では、先ほどの幸福在住の方は、ストロンチームについては、もう早い段階から言ってるのになかなか聞いてくれない。それから、いわゆる横浜市の、横浜の子供たちを放射能から守る会のお母さんたちを中心とですね、いわゆる市民の皆さん方からも、いくら言っても取り上げてくれないと。隠蔽体質じゃないかと。まあ、こういうようなことまでですね、ある市民の方たちから言われている。このことについてですね、本当にしっかりとコンプライアンスの責任者である大場副市長は、腹を決めて進めていただきたいと思いますけれども、もう一度ご決意をお聞かせください。大場副市長。9月に出した通知については、まあ、最近残念ながら不祥事が続いたということでですね、これを出させていただきました。どうしても時々残念ながら出てしまいますけれども、まあ、我々はとにかく職場風土、物が言える風土、これをやっぱりきちんと作っていった上で、その上で市民の皆さんの期待に迅速に応えていく、ここをもう一度きちんと徹底をしていきたいというふうに考えております。